い、荻窪ルースターチャンネルご覧いただきありがとうございます。ルースターの佐藤です。今日はもうこのちょっと雰囲気が違いますけど、三軒茶屋にある、マスクして三軒に行くグレープフルーツムーンさんにお邪魔してます。どうしても、来る用事があって、来ております。で、せっかく来ておりますので今日はですね、そこで、働いておられる方を紹介したいと思います。高野橋さん、よろしくお願いします。あ、三軒茶屋グレープフルーツムーンの高野橋明と言います。皆さん、こんにちは。はい、はい、僕もね、ルースターさん大好きで、わ、はい、あのドラムで出演させていただいたりですね、あと僕、ちょっと変わった、まあ、モノマネとかもやってまして、すごいありますね。ね、ルースターさんに行ったことある方はご存知だと思うんですけども、ルースターさんはマスターが最初に前説をやってライブとライブの間の休憩でマジックショーをやるとね、はい、もう素晴らしい、本当に楽しいライブハウスなんですけれども、そこでね、僕が出るときはマスターと僕のモノマネと半々でやらせてもらったりとかいろいろしてて、その後飲みに行ったりとか。忘れられないんですよ、参考人まで。いやもうあのね、ハーフタイムショー忘れられなくて、何やったんでしたっけ。まあ、エアーミュージシャンモノマネとか。あ、忘れてました。こういう感じの前説あります。毎日、はい、エアーミュージシャンモノマネすごかったですね、はい、あれ YouTube 上がってますか。まだ上がってます。何で検索したらあれ見れますか。あ、すごいんで、カタカナで高野橋明で検索していただければ。あ、なるほど、はい、すごかったですね。一応最終的には、まあ、あれも楽屋ネタから始めたネタなんですけど、いやもうあれはね、すごいすごい人気じゃないですか、あの YouTube ね。あのおかげさまで、そう、一応なんか28万、そんなに。そう、そうなんですよ、おかげさまで28万再生。そう、多分28人ぐらいの一部のお客さんが1万回ずつ見てるんじゃないかって感じ。それはまだ難しいです。そうですけど。なるほど、はい、まあ、そんなことは言いながらですけど、はい、で今日はね、このエプロンされてるっていうことは、はい、この あのお店自体は何か、はい、テイクアウトとかやってるんですか。そうです、はい、普段からあのこういうですね、まあ、これうちのメニューあるんですけど、ドリンクメニュー、こうちょっとね見えづらいですけど豊富にやってまして、それから、ね、こういうお食事のメニューもさらに見えづらい、はい、たくさんあります。見えづらい、はい、こういう見えづらい、あの後でホームページを見ていただければって感じなんですけども、なんでもうなんとかですね、ルースターさんもそうですけど、美味しいお酒と料理といい音楽というテーマにやっていました。やっていました。そうですね。今もうできないですよね。まあ、でもテイクアウトはね、やってますからね。はい、なんとかテイクアウトで、まず少しでもっていうね。ただね、まあ、戦いですよ、はっきり言って。戦い？戦いですよ。あの、周りの飲食店さんでも、やっぱりテイクアウトを始めるとこ多いんですよ。いや、もう全部、まあ、ずっとここに来るまでずっとじゃないですか。全部テイクアウトです。そうですね。ここゴールみたいなもんなんですけども、ここに来るまでに散々、飲食店さんがテイクアウトやって、ここゴールなんです。しかもゴールでライブハウスなんですよ、うん、でまあただでさえだってわざわざテイクアウトしにライブハウスに行かねえよなっていう、そこから始まるんですか、イメージ。そうそうです。それを打破するためにまあちょっと頑張っているんですけど、まあ実際は厳しいですけども、うん、これなんとか続けていきたいなと。で、そうです、昨日、今日から始めた、うん、今日、収録日はこちら。めんどくさいくらちょっとこんなこと、はい、5月6日です、今喋ってるのはね、5月6日の16時半ぐらいなんですけれども、この今日からやってるプロジェクトがありましてですね、はい、こう普段こう入れ物、いわゆる使い捨てパックにずっと入れて販売してるんですけれども、これがあのテイクアウトを始めるお店が増えたということで、これがだんだん店頭から消えてきている。え、うん、容器がなくて困っているお店が増えてきているというのを、はい、昨日ちょっとニュースで見まして、だったらということで、しかも今なんか逆に使い捨てなんかパッて渡されるの怖いっていう人もいるんじゃないかなと思いましたので、なるほど、なんで手で持って帰ってもらう。そうです、そうです、はい、こういう MC が聞きますのでぜひ荻窪ルースターさん、ライブ口開けて待ってください。そう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 です、あの一応ですね、マイお弁当箱プロジェクトと僕が勝手に言ったんですけども、あのお家にあるですね、あの普段仕事とかで持って行ってたお気に入りのお弁当箱とかね、これ今、ね、在宅ワークで持っていけない、ずっとこうね、あのキッチンの後ろ、この上のところにずっとしまったものみたいなのがあったらですね、それを持ってきていただければ、それに当店のメニューを入れて
私いや俺昔子供の頃お豆腐屋さん来てたじゃないですか。そうなんです。それですよ。そうなんです。あのお豆腐屋さんにボールを持って買いに行った世代ですよね、見てる人たち。いやそうですね。そうでしょう。それ以外の人はいない。なんでお弁当箱持ってきていただいたそこにお作りしてお渡しすると。でエコーとかやっぱり今このコロナウイルスで、でもエコーとかの問題を忘れ去られてきてるので、はいはい、それも含めですね、自分のお気に入りの弁当を持ってきていただければそこにお詰めしてお売りしますよと。ねまあ、もちろん容器もあります。使い捨て容器の場合は1個30円とお受けいただいてるんですけど、まあ、当店のホームページをリンクしていただけますか。めんどくさくなっちゃってあの概要欄にしてください。下の方に、はい、この下にあります。もうないですよ、今までだってライブハウス、しかも同じような飲食やってライブやってという、場所は三軒茶屋と行くのですけど、それでライブハウス同士で、ライブハウスがそのペーこうチャンネルに他店の URL、ホームページを貼るなんて貼りませんけどね。貼ってくださいよ。いやいや、貼ってください。間違ったやつです。うちも貼りますよ。そう、あのグレープフルーツマンの URL 押したらうちになっちゃうんですよね。なんかね、だから昔はそういうのもありましたよね。そのだからライブハウス同士なんかライバルみたいな、ね、うちの出演者撮っただろう、なんだろう。あ、まあそんな気持ちは一切ない。ちょっとない人たちですよ、はいね。だからそういうのではもうこれ、もうはっきり言って無理じゃないですか、この先。だから なるほど、ね、なんかやりませんか一緒に。あのじゃあここをルースターって名前にしていいですか。でルースターをさ、グレープフルーツこっちの方が広くてこっちの方が素敵だなと思って。あ、これ編集で。あ、わかりました。はい、カットカット。あのなんかこのままで多分無理だと思うんですよ。何かをやろう。なんで僕考えたんですけど、サンチャンさんとおぎくぼのお3O で303プロジェクト、三密みたいです。三密みたいです。今日ちょっと離れてマスクしてお届けしてますけど、実際は7メートル離れてます。そうそう、今画像編集してみるだけです。あとその30プロジェクト、嘘です。ね、30プロジェクトで何かやりませんか。そのあ、いいですね。何かやりましょう。やりましょう。なんかおいおい考えましょう。そうですね。でもあのね、なんか僕は飲食なんです、元々ね、はい。なんでなんかルサンさん の料理も大好きなんで。いや、うちも全然大した。ここに比べたらもう全然大した。いやそんなことない。だって前説でいつも刺して美味しくございませんって必ず手入れてますから。でも荻窪のなんか美味しいお店ランキングに入ったんですよね。あ、まああのグル、なんでかあのグルメサイトの有名なところの、はい、もうポイントがすごい高いですから。素晴らしい。組織票、僕の組織票ね。いや、僕もいつもそれを見ながらうちも頑張ろうと思って作ってるんですけど、なんかそういうのをやりませんか。そうですね。具体的に発表しちゃってやらないと、あっこと言われるかもしれないですけど、でも、やる努力はしようと思って、僕今考えたんですけど、こう、人気メニュー、ルーサさんの人気メニュー、はい、うちの人気メニューを、レシピを教え合って、どちらでも両方食べれるってどうですか。あ、いいですよ。なんかそういうのとか、いいですよ。いいな。でも店再開したらもうできるし、まあ、逆に言えばテイクアウトでルースター弁当って言ってもらえる。そうです。じゃあルースターさんにあるメニューもうちで出しますんで、はい、ぜひお買い求めください。そんなことなんですか。いや、いいですね。楽しくなってきました、はい。だから今考えただけでもそんだけの話が出るんで、はい、そのこれ以外にももしかしたらね、いろんなアイデアが出てくるかもしれない。そうですね。もう本当に頭を使って、あの頑張らなきゃいけないと思ってますけども、ただもうね、後ろ見てもしょうがないですから。そうです。ライブハウス業界頑張っていきましょう。いきましょう ね。もう本当にしょうがないです。もうこれは、はい、受け止めてやりましょう。頑張ります。はい。ということで、で、はい、終わりですか。そうですね。はい。じゃあ、あの高梨明さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。グレープフルーツムーンもおぎくぼルースターもよろしくお願いします。